メルカリ上場について、お、いいんじゃないでしょうか。あの、なんだろうな。ある程度、その、ブツブツ言われたり、ブラックな部分があったり、その、いかがなものかっていう部分があったとしても、利益を上げる会社をちゃんと評価して、納税してもらうっていうのは、日本は続けないと回らなくなっちゃうので、なので、メルカリが上場して、で、まあ、売上が上がって、納税額が増えるっていうのは、社会にとってはすごくいいことなので、僕はそれが増えるのはいいんじゃないかなと思ってます。メンバーが最近ハマってることは何なの？最近水牛のバターとかをなんか食べるようになったりしました。なんか、200円ぐらいなんですけど、普通バターって牛じゃないですか。で、ヤギのバターとかあるんですけど、あれちょっと臭いんですよ。で、水牛のバターって味的にはモッツァレラチーズの味のバターなんですよ。なので、あんまり癖がなくて食べやすいっていうので、ちょっと面白いなと思って、最近はパンとその水牛のバターを食ってたりします。そして今僕は宝箱を開けています。3時間に1回開けなきゃいけないんでね。堀江さんは上場は時代遅れと言っていましたが、どう思いますか？状況によるんじゃないですかね。お金を調達するという必要においては上場ってあんまりもう意味がなくて、上場しなくてもそこそこの額手に入るし、で、上場しても、一桁億円しか手に入らないみたいな話もあるので、お金を調達するという目的で上場するのであれば確かに時代遅れかもしれないんですけど、実際問題はその、上場企業ですっていうだけで、例えばその、就職する人が増えたりとか、取引先が信用したりとか、なんか、じゃあ、スタジアムとかでもその上場企業だったらなんか命名権買えるけど、上場しないと買えませんとか、上場することに付随して、社会的なブランド価値が上がるっていうのがあるんですよ。で、そのブランド価値が上がるコストっていうのと、上場費用を考えて、それが得するんだったら上場はした方がいいんじゃないかなと僕は思います。世の中には、ブランドで儲けてる会社が多くて、例えばその、じゃあ、アイワと、ソニーっていうのがあって、全く同じじゃあその CD プレイヤーをアイワが出していてのとソニーが出してたっていうのだったら、全く同じデザインでロゴがソニーとアイワって違うだけだったとしても、人はソニーを買ってしまうことが多いんですよ。で、それっていうのがブランドの力ってやつで、で、ブランドっていうのがあると全く同じものでも欲しがってしまうっていうのがあるので、利益率が高くなるんですよ。で、ブランド価値がどれだけ高くても、帳簿上課税されたいので、ブランド価値を高めるというのは、現代で経営をする上ではかなり重要なんじゃないでしょうか。基本的にその、会社って、必ず、まあ、利益を上げたら課税されるとか、その、税金が絡んでくるんですけど、で、例えばその、設備を投資をしましたって言って、で、そうすると、じゃあこういう財産持ってますね、とかっていうのがあったりするんですけど、ブランド価値って財産として換算されないので、割とそのコントロール、どれだけそれが増えても、帳簿上は乗らないので結構美味しいっていう、その、なんだろうな、乗れん代っていう形でその売るときとかには乗ったりするんですけど、文系大手エンジニアになりたいのですが、おすすめは何ですか？何ですか？IT エンジニアになればいいんじゃないの？どういう分野に進んだ方がいいかってこと？であれば、スタッフが楽しそうにやってる会社に入るといいんじゃないでしょうか。所詮その、新卒の人が、どの会社入っても、せいぜい月給2、3万しか変わんないんですよ。まあ、良くてプラス5万とか。で、その、すげえ嫌々やって、月になんかじゃあ3万多いと。でも3万ってさ、1日あたりで言ったらさ、100円じゃねえ、1000円か。1000円なわけですよ。で、嫌な思いを毎日して1000円もらうのと、楽しく暮らすけど1000円少ないのだったら、楽しく暮らすけど1000円少ない方が、多分ストレスも少ないしいいんじゃないかなと僕は思うんですけど、それは人によると思うんで、その1日1000円でもいい方がいいっていう人は、そっちを選べばいいんじゃないでしょうか。ディープは要素技術が変わった。なんだろう、ディープラーニングのかな？外国に住んでるんですか？そうですね。留学する前に英語勉強した。一応その、大学に入るための受験勉強ぐらいしました。受験勉強がしんどいです。しんどいから受験勉強なんです。しんどいくて役に立たないような可能性のあるものを無理やり覚える競争が受験勉強なので、楽ができるとしたらあんまり受験勉強の意味がないんですけど、ただ、センター試験とかマークシートに関して言うと、コツさえ覚えれば、
多分偏差値50ぐらいまでの大学だったらほぼ必ず入れるんじゃないですかね。僕その一切知らない科目もマークシートだったらそこそこいけるっていうスキルがあって、まあ調べてもらえばわかるんですけど、そういう方法があるんで、そういうとこばっか受けるっていうの手だと思います。入社後1ヶ月で他にやりたい仕事ができて辞めたいです。辞めればいいんじゃないですか。別に会社側はいろいろコストをかけて損して申し訳ないなとかあると思うんですけど、基本いつ辞めても多分会社は困ります。あなたが優秀なら、無能だったらいつでもいつすぐ辞めてくれとか思われてるかもしれないけど、基本役に立ってると辞められると困るはいつでも変わんないので、そうやったら辞めたいと思うんだったらさっさと辞めちゃった方がいいと思いますけど、ただ新卒で1ヶ月で辞めて行った先の会社がこけたりとかで再就職するときに1ヶ月で辞めた人っていう風に取られるデメリットをどう考えるかっていうところもあると思うので、次に行く仕事っていうのが本当に長く続くかどうかちょっと確認した方がいいと思います。再生医療技術と細胞技術、どちらの未来が明るいですか。時間軸の問題で長期的には再生医療だと思うんですけど、ただ再生医療が幅開くのって早くて30年で多分5、60年以上かかるんじゃないかな。サイボーグの方がまだ早い気がします。目が見えない人に、目を、舌を使って、この話前もしたかな。目が見えない人がいますと。で、音を出しますと。で、音を出すと、その周りと風景によって音が反響して帰ってくるじゃないですか。それを 3D のグラフでマッピングするように舌に刺激を与えるっていう機械の実験をしている大学があって、で例えばじゃあ目の前に四角いものがあるとすると音をポンって流してポンって返ってくるんですけど、でそうするとその四角の部分だけ返ってくる音の距離が違うわけですね。でそれを舌、この舌ってここの舌ねにその四角い形でこう刺激を与えると。で人間の舌って結構過敏なので、その形がある程度認識できるんですよっていう感じで、これ音じゃねえ、視覚か、カメラか。カメラで見た映像を舌で返すっていう機会があって、それを割と実験段階では結構うまくいってるらしいので、そういう感じでそれを人間に埋め込むみたいなのもそのうち出てくると思うので、細胞は結構早いと思います。ただ、どうなんだろうね。VR がめちゃくちゃ発展しちゃうと、例えば今、オキュラスGOみたいなのってあるんですけど、画面の解像度そんな高くないんですよ。で、じゃあ、解像度で 8K で映せますってなると、見てるのが現実なのか、カメラ越しの映像なのかの区別が人間できなくなると思うんですよね。で、そうすると、現実的に行く必要があるのか問題っていうのが出てきて、例えばじゃあ僕はインドに行きたいですっていうので、インドに旅行するのと、インドにドローンを送って、そのドローンの映像を見ながら、自分が好きなところに移動する。要はドローンをコントロールできるわけだから、インドの、じゃあ街の中歩きます。で、じゃあ今度こっち行こう、ブワーっていうのも、全部自分の思い通り浮かせて、思い通りの映像が見れて、現実とほとんど違いのない絵が見れるんだったら、それは本当に行く必要があるのか問題っていうのがあるんですよ。SF の小説とかって、例えばその断光年先とかって、人間が冷凍睡眠していくとか、いろんな家族がいて子供を作って何世代も行くとか、SF ってあるんですけど、僕の予想してる未来の SF って多分もう人間はどこにも動かなくて、そのドローン的なものを送るだけだと思うんですよね。で、それと信号を見て、現実と同じように見て動くっていうだけで、その肉体をわざわざ送る必要性が多分なくなっちゃうと思うんですよね。なので、肉体を全く動かさないっていう方向に、長期的には行くと思うんですよね。で、そうすると、じゃあ、その足の筋肉を捉えるじゃんとかなるんですけど、もう別に動く必要ねえし、みたいな。で、じゃあ本当に必要だったらそこサイボーグでいいじゃん、みたいな。パラリンピックとオリンピックってあるじゃないですか。その、オリンピックが、健常者って言われる人が、最高の成績を取ろうと世界中の人たちが争う。で、パラリンピックって、障害、ハンディキャップを持っている人たちが最高の成績で争うとして争うっていうのがあるんですけど、100メートル走だと、健常者の人とパラリンピックの人だと、もうパラリンピックの人の方が早いんだよね、確か。人間の足って、所詮タンパク質とかカルシウムじゃないですか。
で、パラリンピックの人たちがつけてる足って、その、まあ、合金だったり樹脂だったり、生き物だったら使えたいような義足を作っちゃってるんですよ。まあ、バネですね、単純に言うと。で、そのバネでバシンバシン走ると、一生懸命人間が走るより速いんですよ。なので、結局その、人間が一生懸命体を鍛えるより、もう義足に変えた方が人間優秀じゃねっていう風になっちゃってるんですよ。現実問題。技術的にはね。ただそれをやるかどうかって文化的な問題はあるんですけど。なので、まあ、そんなにこう、体がどうこうでいくと、サイボーグ化は義足も含めてすでに始まってるんじゃないでしょうか。チラが出てきたよね。はい、僕も40なんで。